もナオチンです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。アップデートがありまして新キャラが増えましたよね。で新キャラと同時にカイズが一つ増えましたよね。それがこの魂のカイズですね。成長のカイズはまあ時間はそこそこかかるものの 100% 結構簡単にできますよね。で魂のカイズは素材集めがマジで面倒です。マジで面倒。難易度低いところ行っても素材そんなに出ないし、真の海賊無双一番難しいところ行ってもそうね、運が悪かったら5個ぐらい、運が良かったら10個ぐらいの素材が出ます。でもあのね、素材出るやつにばらつきがあってこの素材が全く出ない。これだけが出ない。星マークみたいなやつ、スキルのレベルを上げるやつなんだけども、これが本当に出ません。あのね、サイズがあって、このちっちゃいサイズよ。ちっちゃいサイズの星マークが出ないの。おっきなサイズ？これ。おっきなサイズの星マークは、まあまあ、出にくいんだけども、そこそこ出ます。でも、これのちっちゃなサイズ。サイズがちっちゃいの分かりますよね。このちっちゃいサイズが、マジで出ません。うん。他のやつは、攻撃力が上がるやつとかね、20個以上持ってるやつとかあるんだけども、これだけはねまだ一つしか入手できてません。本当に出ない。多分、15、6週ぐらい真の海賊無双をやったんですけども出ません。うん、大きいやつはまあ12個出てるんだけどね、こっち出ないんだよな。おそらく難易度の問題だとは思うんですよ。強いところでやるからでかいやつが出やすいっていうのはあると思うんですけども、弱いところでやってもね素材出ないんですよ。うん、10分ぐらいかけてクリアして素材が 2,3 個とかそういうのザラだったんで、うん、何か入手しやすい場所があれば教えてください。本当にねこのちっちゃなサイズのやつが出ません。でかいサイズは真の海賊無双で結構出ます。こんな感じですね。真の海賊無双をクリアするとこれぐらいの素材が入手できます。運が悪かったらばちょっと少なめになるんですけども、でこの入手量ですけどもスキルによって増えたりはしないっぽいですね。コインコレクターつけていったんですけども入手量はまあ変わらないかなっていう感じです。で、このカイズはね、本当に強化数がね、えぐい。50とか強化しなきゃいけないからね。しかも、1回強化するごとに、攻撃力プラス3なのよ。3。この攻撃力大でも。攻撃力小だったら、プラス1なんですよ。本当にね、微妙なぐらいしか増えないので、まあ、めちゃくちゃやり込みますっていう人はやってもいいけども、まあ、そこそこでいいかなっていう人は、これは諦めてもいいのかもしれない。本当に時間かかります。まあ、俺は全部ね、マックスまで行こうとは思うんですけども、これ魂の回数0でしょ？で、1、2、3って来るからね。これまだまだやり込まないといけないので、相当時間かかると思う。おそらく5、60時間は、ひたすら狩りをしないといけないと思います。はい、ということで今日は魂の海図の素材の入手方法をやってみました。トレジャーログの新世界級の真の海賊無双、ここが、まあ一番出やすいかなと思います。まだ全部は試してないです、あまりにも多すぎるので。他のところ10箇所ぐらい試したところ、やっぱりこの真の海賊無双がまあボスがいっぱい出るっていうのもあるからね、それもあって、入手量は一番多いっぽいです。でもその入手できるアイテムには、ある程度偏りがあるので、もしかすると、難易度を下げたところの方が、ちっちゃなサイズの素材は出やすいのかもしれません。ちょっとそれ分かる人いたら教えてください。はい。まあ俺はまだね、この真の海賊無双、周回だいぶしなきゃいけないので、どんどんやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。